セコンド、アーサー・ハミルトンからトニー・ウィルソンへの転身は、1966年に公開された SF 映画である。主演はロック・ハドソン。監督はジョン・フランケンハイマー。音楽はジェリー・ゴールドスミス。タイトルデザインはソウルバスが担当した。デビッド・イーリーの原作をもとに得意なカメラワークで、非日常的で不条理な世界を描いている。あえてモノクロで撮影されアカデミー撮影賞にノミネートされているが、興行的には失敗した。現在では価値が見直され、カルト映画として評価されている。原題は2番目立ちという意味で、邦題、セコンドは意味不明である。影なき狙撃者と5月の7日間。そしてこの作品は、ジョン・フランケンハイマーによるパラノイ三部作と呼ばれている。アーサー・ハミルトンは平凡な銀行員で不自由なく暮らしていた。ある日を境におかしな電話がかかってくるようになり、見知らぬ男から住所の書かれた紙を手渡される。電話の主は死んだはずの親友であり、その住所へ行けと懇願される。アーサーは不思議な誘惑に駆られ、銀行を抜け出しその書かれた住所に向かう。第39回アカデミー賞この作品のテーマである、転生は偶然にも出演者の転生でもある。ハリウッドの赤狩りによって追放されていた3人がこの作品でカムバックした。ありがとうございます。